不を自得とはいえ、貴様らしくねえ、惨めな最後だったな。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。言いやがって、貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。今しサイヤ人め。かつてナメック星にて行われた孫悟空とフリーザによる最終決戦。死闘の最中、スーパーサイヤ人に目覚めた孫悟空を前に、悪の帝王フリーザは屈辱の敗北を喫した。一度は勝負が決した両者であったが、二人の宿命はついえることはなかった。なんとドラゴンボールによってフリーザは地球の地によみがえり、虎視眈々と復讐の時を狙っていたのである。打倒孫悟空。同じくドラゴンボールの力で復活したフリーザ軍を引き連れ、フリーザは再び宇宙へ。厳しい修行を行い、ついに強大な力を手に入れたのだった。フリーザ軍、地球到着まであとわずか。ほっほっほ、復讐の時は来ました。さあ向かうとしましょうか。孫悟空の待つ地球へ。一方その頃、悟空とベジータはビルス星でウィスを相手に修行に励んでいた。スーパーサイヤ人ゴッド、そのさらなる上を目指して。はい、ここまで。お二人ともなかなかいい動きになってきましたが、まだスピードが物足りませんね。まだ足りんのか。まだ頭で考えて動いているからです。特にベジータさんはその傾向が強い。確かにそういうとこがあるよな、ベジータは。やかましい。貴様がバカなだけじゃないのか。それにあなたはいつも悟空さんに一歩先を行かれている。なぜだかわかりますか。あなたは気を張り詰めすぎなんですよ。悟空さんのようにリラックスするのも大事ですよ。ちっ、はっきり言いやがるぜ。その一方で悟空さんは自信過剰すぎて油断してる場面が見られます。これからはそれぞれの弱点を意識しながら修行を続けると良いですよ。よし、油断しねえっと。それでは休憩を挟んで修行の続きを始めるとしましょう。よろしいですね。あ、お二人ともそれぞれ分かれて修行を行いたいので、お一人ずつ来ていただけますか。分かった。俺もその方がやりやすいしな。ふん、それはこっちのセリフだ。やれやれ、仲が良いのか悪いのか
本当に分かりにくいですね。それではまず悟空さんから始めましょうか。よし、悪いなベジータ。ちっ、まあいい、さっさとやれ。どうせすぐに俺が貴様を追い抜く。修行はこれまでより厳しくなっていきますが、頑張ってくださいね。へへへ、ワクワクすんな。あなたに用意した修行はこちらです。いいでしょう、ここまでです。とてもいいですね、さすが悟空さんです。ほら、まだそこまで強くなれた気がしねえな。ビルス様には全然勝てそうにねえし。さすがにそれはまだ無理でしょうね。ですが、ゴッドの力の壁を越えればその可能性もかなり高くなりそうですよ。ほんとか？じゃあもっと修行してくれよ、ウシさん。ええ、あなたの積極的な姿勢はとても良いですね。あなたの強さはそこから来ているのでしょう。修行の準備はよろしいですか？自分の強さを過信せず、隙を見せないように。隙だらけの体なんて脆いものです。注意してください。見てください。そんなに攻撃しても無理さはすぐや。素晴らしいですよ、悟空さん。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。お、あとはオラだけでもなんとかなりそうだ。サンキュー、イッサン。あとはベジータさんもあなたと同じレベルになってもらう必要がありますね。お二人で磨き合いながら強くなっていただくことが一番のようですから。うん、オラもそう思う。でもベジータならすぐにこの力をものにしちまうさ。あいつはすげえやつだからな。それでは次はベジータさんの修行の番ですね。悟空さんはかなり強くなられたので、あなたも頑張ってくださいね。ああ、すぐに始めてくれ。カカロットの野郎に先を行かれっぱなしなのは尺に触るからな。あなたに用意した修行はこちらです。さあ、壁を越えてみせてください。自分の限界を超えるイメージを思い描くのです。動きが見えねえですよ。私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ。いいでしょう、ここまでです。さすがベジータさんですね。確かに天才だと自分でおっしゃるだけのことはありますよ。それでもあんたやビルス様のレベルにはまだ遠いんだろう。もやもやするぜ。あなたは常に気を張り詰めすぎなのです。いざという時それでは体が反応できません。そのあたりを克服できればあなたも壁を乗り越えてゴッドの力の先へたどり着けると思いますよ。あなたの課題は頭で考えすぎないことですよ。気を張り詰めすぎずリラックスしていきましょう。相手は本当に強くなっているのかわからんぞ。くそった。さあ、最後までその調子で攻撃を続けてください。注意力も悪くありません。さあ、もう一踏ん張り頑張ってください。はい、いいでしょう、とても良いスピードでしたよ。さすがはベジータさんです。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。ああ、はっきりとな。
あとはお二人が手に入れた新しい力を悟空さんと一緒に確かめてもらいましょうか。さらなる力を得るためウィスとの修行を続けていた悟空とベジータ。激しい修行の末に二人はついに新たな力を得ることに成功したのだった。二人とも来ましたね。あの感覚忘れぬうちに始めようぜ。貴様が本当にゴッドの力を超えた先にたどり着けているのか確かめさせてもらうぞ。それでは修行の成果を見せていただきましょうか。スーパーサイヤ人ゴッドの時よりえらく体力を持ってかれんな。ゴッドの状態からさらにスーパーサイヤ人になってるようなものだからな。だがその分パワーは桁違いだ。お二人ともよく頑張りましたね。でもあんまり長くは持たないみてえだけんどな。まだ完全にものにはできていないということか。ですがこの短期間でスーパーサイヤ人ゴッドを超えた先にたどり着けるとは驚きましたよ。あ、正直俺もびっくりだ。ゴッドの上にこんな力の領域があるなんてさ。ふん、俺も同じ力を手にしているんだ。いつも貴様が先にいると思うなよ。今の状態はまさしくスーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人。ちょっと長くて言いにくいですね。髪の色も青くなっていましたし、スーパーサイヤ人ブルーといったところでしょうか。スーパーサイヤ人ブルーか、その方が覚えやすいな。では改めてあなた方が得たブルーの力を確かめることにしましょう。全力でこの私に挑んできてください。そして変化の具合をしっかりと覚えるのですよ。よし、やってみっか。よろしい、では始めましょうか。そっちこそ寝かせる余裕はありませんよ、お二人とも。その調子ですよ。思ったより使いこなせてますね。ああ、だんだんつかめてきたみたいだ。行くぞ。よし、やっぱ強え。油断しましたね、ゴッド。悪い癖ですよ。さあ、これは なんかいいでしょう。ここまでです。お二人ともすんばらしいです。ブルーの力をかなり使いこなせているようですね。これならお二人で手を組めばビルス様とも何とか互角に戦えるかもしれませんよ。本当か。でもほらやっぱ一人で戦いてんだけどな。ビルス様を倒すのは俺だ。お前の力など必要ない。やれやれ、あなたたちは本当に仲が悪いんですね。なあ牛さん、俺もうちっと修行してんだけど、ブルーの力もっと自分のものにして。かまいませんよ。何？カカロット、抜け駆けは許さん。もちろん俺もやるぞ。やれやれ、こういう時は気が合うんですね。わかりました、修行の続きをしましょうか。一方地球、平和な時間を過ごしていたご飯だったが、
ピッコロに呼び出され、久しぶりの修行に汗を流していた。よし、休憩だ。久しぶりだな、こんなに体を動かしたのは。ずいぶんとたるんでるようだな。少し平和になったからといって怠けすぎだ。すみません、そろそろ勉強の方もやらなきゃダメだって、傘がうるさくて。勉強をやろうと何をやろうと勝手だが、鍛錬だけはおろそかにするんじゃないぞ。そうですね、今度からトレーニングの時間も入れておこうかな。休憩が終わったら続きをやるぞ。今度は先ほど甘くは。なんだこの木は。何か邪悪な木が近づいてくる。これって、はあ、このバカでかい木は覚えがある。やつだ。ご飯たちが気づいた巨大な木、それはフリーザとその一味のものだった。そう、ついにフリーザたちが地球に到着したのである。この時をどれほど待ったことか。とはいえ孫悟空が現れるまで暇ですね。皆さん少し遊んでくるといいでしょう。地球に到着したフリーザたち、それを察知したのはご飯とピッコロだけではなかった。クリリンや天津飯らの戦士たちもすぐに異変に気づき、ご飯たちと合流を果たしていた。多くの木が散らばり始めた。奴ら動き始めたようだな。え、僕たちも行きましょう。ああ、だが数が多い。ここは手分けして敵を倒しながら進むぞ。わかりました。行きましょう。奴らは大きくパワーアップしている。気を抜くなよ。はい。ああ、かくしてフリーザ軍との戦いは始まった。よ、行くぞ。はっ、相手をしてやる。チーゴー！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 チクセのような真似はさせん。ほっと、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 
なんだと？よし。フリーザの木は一番遠くだ。でもそこまでにいくつか強い木を感じる。しかも僕はこの木を知っている。また彼らと戦わなきゃいけないのか。よし、急ごう。おい。いや。この野郎。ご飯たちが強い気を感じる場所にたどり着くとほぼ同時にピッコロやその他の者たちも全員そこにたどり着いていた。そこでご飯たちは見覚えのある宇宙船を目の当たりにするのであった。あれはフリーザの宇宙船ですね。さっきの奴ら、あれに乗ってきたのか。お前も奴らと戦ったようだな。はい、ですが前に戦った時よりかなり強くなってました。だがあの宇宙船からはもっと強い気を感じる。それもとてつもなく強い気だ。どうやらギニューさんたちはまたもあなた方に負けたようですね。出来の悪い部下ばかりで困ったものです。その点あなた方は優秀ですね。わざわざ私を出迎えに来るとは感心ですよ。
フリーザ。ほう、あの時のナメック星人に。おや、あなたは孫悟空の息子ですか？孫悟空はどこでしょうか？お父さんは今遠い場所で修行している。ここにはいない。それは残念。私としてはさっさと倒して地球を消し飛ばしたいのですが。貴様、何を考えている？何が目的だ？そんなこと言わずとも分かっているでしょう。復讐、ただそれだけですよ。孫悟空に仕返しをしたいのです。やはりそんなことだろうと思ったが。このフリーザ様に味わわせた屈辱、絶対に許すわけにはいきません。当の本人がここにはいないようですが、まあいいでしょう。あの人のことです。必ずここに来るはずです。ただこのままじっと待っているのも暇ですし、あなた方を相手に準備運動でもさせてもらいますか。この奥に秘める気は以前とは比べ物にならない。とんでもなく強くなっている。はいはい、ここまでです。だいぶスーパーサイヤ人ブルーに慣れてきたな。俺はここからさらに磨きをかけてやる。貴様など足元に及ばんほどにな。オラだって負けねえぞ。あっはっは、何にしても以前に比べて二人ともいい感じです。このまま強くなればいずれ。おや、地球から通信のようですね。ちょっと失礼。ああ、ブルマさんですか。また何か美味しいものでも。え？ブルマからだと？なるほど、そうでしたか。はい、悟空さんたちにお伝えしておきますよ。それでは。地球で何かあったのか？ええ、復活したフリーザが軍を率いて地球を襲いに来ているそうです。何？フリーザだと？え？あいつ今頃なんだってそんなことをしてきてんだ。さあ、その辺の理由は知りませんね。大方、お前に復讐でもしようと来たんじゃないのか、悟空。あ、ビルス様、もうお昼寝はよろしいのですか。まあね、けどお腹が減っちゃってね。それで眠りが浅かったんだよ。貴様に復讐に来たとして、あいつごときの実力なら今頃トランクスたちに返り討ちにあっているに違いない。ああ、それがそうでもないみたいですよ。なんだと？詳しい事情は知りませんが、皆さんがかなり焦って現場に向かったとブルマさんが言っていました。何かが地球で起こっているのかもしれませんね。まあ、悟空に復讐をしようってんだ。あいつも少しはトレーニングして強くなってるのかもね。詳しいことはわかんねえけど、すぐに地球に戻らねえとやべえみてえだな。そのようですね。よければ私が送って差し上げますよ。うし、そんじゃうしさん、地球までよろしく頼む。ええ、私にしっかりと捕まってくださいね。ちょっと待て、地球には僕も行くよ。おや、ビルス様も行かれますか？もしかしてビルス様も一緒に戦ってくれるんか？そんなことするわけないだろう。僕は破壊神だぞ。どこが壊されようと構やしないよ。僕は地球の美味しいものを食べに行くだけさ。さっき言ったろ、小腹が減っているって。なんだ、そういうことかよ。それに本当は僕が戦うことなんて望んでないだろう。1対1でフリーザと戦いたいはずだ、君は。おい、話はそれくらいでいいか。さっさと地球に戻るぞ。早くせんとブルマたちが危ない。トランクスたちがフリーザを倒してしまうかもしれんぞ。あ、そうだな。
それでは行きますよ。まだ地球が残っていればいいですけどね。ギギ、脅かすなよ、牛さん。はい、到着です。おい、この木は確かにフリーザの野郎だが。あ、確かにとんでもなく強くなってやがる。グズグズするな、カカロット。行くぞ。わかった。そんじゃ、オラたち行くよ。サンキュー、牛さん。ビリス様。ええ、お気をつけて。ウィス、僕らは美味しいものでも食べに行くぞ。せっかちですね。なんという強さだ、フリーザメ。この程度ですか、皆さん。準備運動にもなりませんでしたね。孫悟空が到着するまで遊んでいようと思いましたが、もう飽きてしまいました。もしかすると私の力を知ってさっさと逃げてしまったのかもしれません。そんなことお父さんがするものか。貴様、孫を舐めるなよ。来ない人に期待をするようでは終わりです。もうあなたたちには用はありません。そろそろ殺して差し上げましょうと。くそ、待てー。うぅ、なんとか間に合った。お父さん来てくれたんですね。遅いぞ、ソン。それにベジータ、遅くなってすまねえ。お前らは下がってろ、邪魔だ。俺のいない間によくもやりたい放題してくれたな、フリーザ。ようやく登場ですか。待ちくたびれましたよ、孫悟空。それにベジータさんも一緒だとは意外でしたが。貴様、この星に何しに来やがった。分かっているでしょう、復讐ですよ。特に孫悟空、あなたにね。おめえ、まだナメクセでやられた時のこと恨んでやがったのか。当然です。あなたから受けた初めての敗北、死んで地獄に落ちた時も再び蘇ってからも忘れたことなどありませんでしたからね。この恨みを晴らすため私は帰ってきたのです。これまでしたこともない激しいトレーニングを積んで。おめえ、やっぱただもんじゃねえな。根っからの悪人でなかったらいいライバルになれたのによ。惜しいな。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。ベジータ、悪いが先にオラだけでやらしてもらえっか。どうやらフリーザーのやつも同じ気持ちらしい。ふん、いいだろう。だがもたもたしているようなら俺がやるぞ。サンキュー、ベジータ。おめえがオラをどんだけ恨んでるかは知んねえけど、地球はやらせねえ。今の私にとって地球など些細なことです。あなたに復讐できればそれでいい。さあ、このフリーザ様の新たな力におののくがいい。スーパーサイヤ人にならないのですか。今じゃそこまでなんなくてもいいんだよ。おお、自信の終わりのようですね。まあな。そんな簡単に終わらせて面白くないでしょ。このまま終わらせていいか、フリーザー。ここまで腕を上げているか想像していませんでした。おめえがトレーニングしてたみてえに、オラだって修行してたんだ。なるほど、
あなたも随分と強くなっているようですね。おめえだってあん時に比べてかなり強くなってんじゃねえか。よかったですよ、訓練をしておいてね。なんか隠してんな。よくわかりましたね。念のためさらなる進化に挑戦しておいて正解でした。持ってつけねえで早く見してみろよ。いいでしょう。それではお見せしましょう、私の新たなる進化を。わかりやすく金色にしてみましたが、単純すぎましたかね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言いましょうか。でもただ色が変わっただけではないのは分かっているようですね。ああ、ワクワクすっけど、ここまでとは思わなかったからちょっとドキドキもすんな。へえ、フリーザのやつかなり力をつけたようじゃないか。たかが復讐のためによくも努力したもんだ。さすがの悟空も今回はちょっとヤバいんじゃないの。フリーザさんのパワーアップは驚きましたが、悟空さんたちも決して負けていませんよ。よし、オラだってパワーアップした力見せてやる。交代だ。ひ、時間だ、変われカカロット。そんなこれからが面白いっちゅうのに。うるさい、ここまでチンタラやってる貴様が悪い。次は俺の番だ。だよ、ちぇ、何、次はベジータさんがお相手ですか。あなたが私に勝てるわけないでしょう。そんな、まさか。そうか、貴様は知らなかったな。俺様もなれるんだよ、伝説のスーパーサイヤ人に。さらにそれを超える存在にな。さあ続きをやろうぜ、フリーザ様よ。本当に貴様に勝てないかどうか試してみやがれ。ふん、少々驚きましたが、私があなたより上にいることは変わらない。思い知らせてあげますよ、宇宙の帝王たるこのフリーザの真の力を差し上げますよ。パリッコフェア、はっ！
様はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。何？面白いことするじゃないの、フリーザのやつ。地球ごと道連れにしちゃうとはね。みんなはフリーザはどうなっちゃったんだ？皆さんはご覧の通りコッパみじんですが、フリーザさんは多分死んでいませんよ。え？なんで？あいつは宇宙空間でも生きられるからな。考えたな。そんな、地球がなくなったっていうことはドラゴンボールも消滅してしまったっていうことだろう。もう元には戻れねえ。ま、そういうことになるね。ちくしょーく、ほらがさっさと蹴りつけときゃよかったんだ。じゃあ蹴りをつけますか？え？元はといえばお前の甘さが招いたことだ。さっさとフリーザを倒しておけばいいものを、お前は戦いを楽しみ油断していた。すまねえ。だから今度はそんな失敗をするなよ。フリーザをすぐにあの世へ送り返してやれ。今度はってさっきから何のことだ？私は時間を巻き戻すことができるのです。まあ巻き戻すと言っても3分前が限界ですが。時間を巻き戻す？これから時間を巻き戻せば地球が破壊される直前まで戻ることができます。そっか、だから今度はフリーザを。そういうことだ。さっさと倒せば地球は破壊されずに済む。よかった、まだそんな手が残ってたんか。ただし今回は特別サービスだ。地球の美味しいものをなくすのは惜しいからね。さっきも言ったが、今度は失敗するなよ。あ、では時間を戻しますよ。いいですね。うん、頼む。悟空さん、時間は戻りましたよ。サンキュー、ビル様、ウシさん、俺行ってくる。このままじゃ地球がぶっ壊されちまう。貴様はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。
何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。フリーザー、何？フリーザ、やっぱおめえとはちゃんとケリつけとかなきゃいけねえみてえだ。これ以上の悪さはオラが許さねえ。こいつ、俺の考えを読んだというのか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。孫悟空、何度俺の邪魔をする。お前はこのフリーザ様の前にいてはいけないんだ。やっぱおめえは根っからの悪人みてえな。何を今さら貴様、この地球を破壊してやる。そんなことはオラがさせねえ。レイン、ハッよっ、ハッ、どうしろフリーザ。覚悟だぞ、二度と屈辱は味わえ。貴様ごときに負けるか。どういうわけか知らんが、俺は貴様と交代しろなどと言っていないぞ。お父さん、一体何が。実はさ。やれやれ、みっともない話だ。破壊神が星を再生するなんて。いいじゃないですか、これでまた美味しいものが食べられるんですから。それにしてもあの二人、新しい力を完全にものにしたようですね。これなら本当にビルス様と互角に戦えるようになるかも。まあ2人が手を組めばの話ですけど。どうだかね。にわかには信じがたいが、時間の巻き戻しか。だが確かに奴ならできるかもしれんな。でさ、今回はなんとかなったけんど、ほら思ったんだ。最初から二人で組んで戦えば、こんなピンチにはなんなかったかもしんねえって。ごめんだな、俺は俺の力で勝つ。他の力などいらん。ははよかった、オラもだ。やっぱ一人で戦えてよな。ほんと面倒なお二人ですね。帰るぞウィス。まあそれがあの二人にはちょうどいいのかもしれんな。かくしてフリーザ軍による侵攻は悟空たちの活躍によって終わった。地球に再び訪れた平和。しかし
今日もまた悟空とベジータは激しい修行を続けるのだった。さらなる高み、最強を目指して。そして悟空とフリーザの宿命がこれでついえたかどうかはわからない。